はい、こんにちは、ロックンロールペダキョです。今日はですね、4月1日4つスクラッチ出ました。はい、まずはバニャンスクラッチ、それからなんすかこれ、8ラインスクラッチ、初めて見ましたね。それからワンピーススクラッチの、シャンクスとルフィ、ね、4つ出ましたんでね、これからね上げていきたいと思いますので、4つともねよろしかったらご覧ください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではですね、ロックンロールペダキョですけども、先ほどね、4つ買ってまいりましたので、早速ですね、まずはですね8ラインですか、8ラインスクラッチ、縦横斜め、ね、こちらの方ですね上げていきたいなと思います。なんかね富士山の柄でねいい感じですね。1等が100万円ですね。5等がおにぎりマークで200円ですけどね。左の赤枠なんか全て削ってください。縦横斜めどれでも、まだ縦横斜めですね、同じ絵柄が3個揃えば当たりですという形になりますね。さてどうですかね、4月1日ね、一発目縁起よくね、高額当選していただけると嬉しいんですけどね。さていかがでしょうか。じゃあ今日もですね、久しぶりにベーダー卿に赤のライトセーバー登場いただきましてね、お力添いをよろしくお願いいたします。フォースと共にあらんことを。はい、そしていつものようにこの殿下の宝刀ライトセーバー、はい、こちらでね削っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。さて今回これはね、3枚だけ買いましたけどね。さてね、どうですかね。じゃあ1枚目からいきますよ。1枚目どうですかね。はい。湯飲みですか。4トンどうぞ。皆さんお花見行かれましたかね。と言ってもなかなかね、ただ歩いてね、通り過ぎるだけですけどね。なかなかね、昔みたいなお花見できませんけども、我慢するしかないですね、今のところね。さあ、草履2つか。草履はこれ2等ですね。残念ながら、横は来ませんけどね。さあ、一気に行きますか。ぼんぼりみたいのが来て、急須が来て、あ、急須2つね。あと1個が来ないんだよね、これね。これもダメじゃないですか、もうこれ。縦も横も斜めも何にもないってことかな。ですよね。得意のこれニコニコですね、これね。はい。スクラッチ得意の、お得意のニコニコで。はい。縦、横、斜め、斜め。はい。何にも揃いません。ね、これがスクラッチのなかなかねシビアなとこですね。2つまでいくけどなかなかね3つ目が来ないというね。まあしょうがない。さあ気を取り直して2枚目いっちゃいましょう。じゃーんと、はい。さあどうかな。真ん中からいこうか。真ん中からいった方が、いきなりおにぎり2つ来ましたよ。いきなりおにぎり2つ、2じゃない3つ、ここ200円ですかね、確定。ってことはもうこれはもうこれ以上はないということかな。いきなり来ましたね。これ以上はないでしょうね。もうね当たってますからね。ゾーリでもよかったね。ゾーリ3つくればね、10万だったけど。まあ、そうはいかないですよね。この提灯ね、3つくれば100万ですよね。なかなかそうはいけません。まあ、とりあえずでも、5等。200円ゲットということで。はい。2枚目。さて。失礼しました。花粉がすごくてね。
じゃあ、この下からいきましょう。どうかな。湯飲みか。湯飲みね。湯飲みは1000円ですね、これね。さあ、どうかね。急須も来たから、1万円か。う？提灯が2つ。あ、これ湯飲みだね。湯飲みか。湯飲みじゃん、急須だ。もう一個出れば1万ですよ、ここにね。あとはもうないですね。はい、あとはもうないから、ここはもう、どうしようもない。ね、ここはもうどうしようもないですね。何にも来ません。しかし、ここに急須が来れば、ね、1万円だけどね、これね。さて、どうかな。期待を込めてちょっとずつ行きますよ。ん？まだ見えないね、これ。まだ見えないってことは、ここの取っ手の部分が見えないから、これは違うかな。なんか嫌な感じですね、これね。おにぎりかな。おにぎりでしたね。なかなかね、ニコニコできませんね。はい、なんかちょっと期待をね寄せてしまいましたけど、はい、残念でした。まあ3枚買って、まあ、とりあえずね、5等が1枚当たりましたんで、600円買って200円だから、まあ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 っていう感じですかね、今回ね。はい、先ほど言いましたように、これからまた、スクラッチルフィ5と、シャンクス2とワンニャン上げていきますので、ね、そちらもよろしかったらご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではね、頑張って4つ、ね、上げてますのでぜひご覧ください。ロックンロールベイ代表でした。